様こんにちは。本日は漆デイズ岩手にようこそお越しくださいました。この漆デイズ岩手は岩手の漆を知る、学ぶ、買うを体験できるシンポジウムとして今日と明日の2日間にわたり開催してまいります。県内外の漆器の展示や販売、漆を素材にしたワークショップやトークイベントなど、ここ岩手県公会堂を会場に開催する県内では初めてのイベントです。岩手の漆を感じる2日間、どうぞじっくりとお楽しみいただければと思います。さて、申し遅れましたが、本日の司会進行を務めます私、岩手めんこいテレビアナウンサーの米澤香織です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はじめに主催者であります岩手県商工労働観光部部長の菊池晃より皆様へご挨拶いたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました県の商工労働観光部の菊池と申します。本日はこのようにあいにくの天候の中ですね、にもかかわらず本当にこんなにたくさんの皆さんにおいでいただき、いろんなご都合がある中、話を繰り合わせここにおいでいただきました皆様方、本当にありがとうございます。県ではご案内の通りかもしれませんが、本県日本に随一のです漆の産地でございまして、その漆の魅力を、または魅力となるその文化、そして具体的な産品、そういったものを国内外の方々に、多くの方々にです、ね、知ってもらう機会をどんどん作っていこうということで、今年からこの事業を始めておりまして、皆様方に岩手の漆をですね、ご紹介できるというこの機会ができましたこと、誠に嬉しく感じております。さて、まずもって、今回この企画に対しましてですね、ご講演をお願いしましたら快く引き受けていただきまして、今日こういう雨天気候の中ですね、おいでいただきました、重要無形文化財保持者人間国宝の室瀬先生をはじめ、県内外の漆関係の事業者の皆さん、そしてこのイベントを一緒になって盛り上げてくださっているたくさんの企業事業者の皆さん、県内はもとより全国の漆工芸をはじめとするさまざまな工芸品分野においても活用され、さらに今後も一層の供給を期待されているところでございます。30年度からは文化財修復には国産漆を使うということとなっていくこともありまして、岩手の漆にもう全国からですね、熱い注目を浴びているさなかにございます。まあ、そうした中にありまして、県としましては漆生産の底上げや、あるいは先ほど来申し上げてます漆ならではの漆にまつわる歴史文化、そういった面での振興も含め広く産業化を進めようとしているところでございまして、二戸市さんではこの漆生産、漆漆器工業を支える担う新会社を設立する動きもあると伺っておりますが、こうした取り組みがどんどんですね、加速されて、岩手イコール漆のメッカと、漆の大産地、漆の文化の拠点であるというような形にですね、進んでいけばなと
期待しているところでございまして、これからも国、市町村さん、そして関係の皆様方と一緒になってですね、漆産業振興に向けて取り組んでまいる所存でございます。まあ、そういったこともございまして、初年度を飾るですね、このイベントをどこでやろうかなと思いまして、まあ、このようなですね、公会堂、いわば本県の近代の歴史文化の殿堂でもあるこの公会堂でですね、初めて最初のイベントを開催させていただこうということでご案内させていただきました。お集まりいただきましてありがとうございます。本日は先ほど来申し上げました室瀬先生のご講演をはじめ、漆を学んだり知る学ぶそして触れる、さらにはお買い上げという機会もですね、盛りだくさんのそういった機会をですね、企画機会を用意しておりますので、思う存分ですね、今日明日岩手の漆に触れ楽しんでいただければ幸いと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、漆芸家重要無形文化財蒔絵保持者である室瀬和美さんに、伝統工芸と漆、国産漆の魅力と可能性と題しプレゼンテーションいただきます。それでは室瀬さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今紹介いただきました、まあ、私蒔絵という、ね、分野を専門にしてます室瀬と申します。改めてよろしくお願いします。このような立派な公会堂を今日ここに立たせていただきましたけど、先ほど伺いましたら、大正12年ですか、こちらの建物ができたというふうに伺ってます。でちょうどその大正12年というのは、今、上野の東京芸術大学の美術館で、当時の、昭和天皇のご成婚という、ね、記念に、それが大正12年ということだったらしいです。でそのお祝いに、蒔絵の、総蒔絵の棚を、当時の皇太子ですよね、そして、久子様という、皇后陛下になるわけですけども、その二人のご成婚を記念して、国中で何かお祝いをしようということで作ったのがその蒔絵の棚という、もう素晴らしいもので、それが100年ぶりに展示されるということで、今東京芸術大学の美術館で展覧会をやってます。で先週の日曜日の朝の日曜美術館に紹介されたので、ご覧になった方もいるかもしれませんけども、また、明日の、夜の8時から、その番組がまたありますので、ぜひ見ていただくといいなと思ってます。そこに出てますその蒔絵の棚というのは、当時の日本の、蒔絵師、14人が参加して、でそれと同じように、屏風も作り、その棚に飾るものも作るという、まあその大正12年の段階での、当時の一級の工芸家135人が、そこに参加したという、それも、国民の皆さんの寄付で作ったという素晴らしいものです。まあ、ずっとそれが皇居に、保管されてまして、まあ、今回初の開示になったわけですけど、当時の技術を見ると本当に素晴らしいです。もう棚も高蒔絵で、皇太子様の分が鳳凰で、妃殿下の方が、鶴ということで、明日また映像を見ていただくと素晴らしいと思いますので、まあ、これが本当に日本の漆文化の象徴だというようなものがあります。
それがこの大正12年からスタートということで、ああここも同じスタートでこういうふうに大事にしていくと、きちっと次の世代まで文化が続くんだなというのを改めて体感したこの場です。まあ、今日雨ということで、確かに足元悪いんですけど、実は漆のためには雨というのはすごくいいです。湿度というのがないと漆は固まりません。そういう意味で、晴れがあまり続くよりはこういうふうに時々雨が降ってもらった方が漆のためにはとてもいいので、まあ、漆の世界では今日はいい天気ですねという感じになります。で、今日私ここに立たせていただいたんですけれども、漆というのは意外と、皆さん今日も上で展示、それぞれの部屋で展示されているのを見ていると思いますけど、まあ、特に岩手の皆さんにとっては、そう違和感のない、分野だと思いますけど、じゃあ、漆というその素材ですとかその特色、そういったものをどれぐらい、ご存知かというと、意外と知ってるようで知らないのがこの漆の世界であるということだと思いますので、まあ、今日、少し時間をいただいて、まあ、漆というのは意外と美しいだけじゃなくて強いんだとか、思ったよりも、長い歴史私たち日本人が漆と付き合ってたんだというようなお話をちょっとさせていただいて、意外と知らない、5項目ぐらいを皆さんに紹介したいなというふうに思ってます。じゃあ、まあ、今回、画像を使って少し、皆さんにそれをご紹介できたらというふうに思ってます。まあ、この今回のテーマ伝統工芸と漆というテーマで、一つ紹介しましたけど、まあ、全般は今言いましたように、漆、あこういう世界もあるんだというところを少し紹介させていただきます。まあ、一つ漆の日本の漆文化というテーマにしましたけど、実は歴史をずっとたどっていきますと、その漆の、まあ、源流って言いますかね、原点、これは、今でいう日本海側の、まあ、北日本と言われるところ、そして、東北、北海道、このエリアが実は漆文化の原点ですね。まあ、岩手も含めてこの東北地方というのはものすごく漆というものを、大事に大事にしてきた。じゃあそれはどれぐらい前かということからちょっとお話しさせてもらおうかなと思います。これが実は、まあ専門家の方々はよくご存知ですけど、数年前に、発掘された最も日本で古い漆の木です。このように福井県の、鳥山貝塚というところから出てきました。でこれが、その木の、まあ、ずっと凝縮されて湿度したもの でこれを調べたら、まあ、実は漆の木だったということが分かりまして、でこれを、まあ、科学の方が、炭素 C14 というのでしょうかね、年代測定をしてくれまして、そしたらなんと12,600年、これだけ古い木だったというのが分かりまして、12,600年というとざっくり紀元前1万年です。これだけ古い時代から日本には漆の木があった。植物学的に言うと、まあ、中国原産って言われてますけど、私はもう同じぐらいの時期にも日本に漆があったんじゃないかなっていうふうに思ってます。それぐらい、長い間日本は漆という文化がありまして、でそれを、まあ、実際に塗料として活用して、それが残ったのがどのぐらい前かというと、これもまた驚くべきことで、これは実は北海道から出てます。
で、北海道のもう柿の島っていうエリアは、どちらかというと函館よりちょっと北ぐらいですね。その辺りの、遺跡から出たものです。で、ちょっと写真で分かりにくいかと思うんですけど、ここに赤いものが残ってる。これ赤い漆なんですね。で、ちょっと分かりにくいのでここで図解してもらいましたけど、この部分が頭の部分、そしてこの左右が腕輪の部分、手首にもちょっと、そして膝掛けのようなところ、こういうふうにこの部分が実は植物の繊維を編んで布状にして、それに赤い漆を塗って、まあ、飾りにしたんですね。こういうものが出てきてまして、でこれも、その年代測定をしてもらったら、当時これ大体2000年ぐらいだったと思います。今から20年ぐらい前ですね、9000年前っていうのが出ました。まあこれもう少し本当は調べていただきたかったんですけども、実はちょうど多分2000年の年末だったと思いますね。突然保管してたところに火災が起きまして、これ全部焼けちゃったんですね。ですから今もう一度これ調べたくても写真しか今残ってません、残念ながら。まあ型として、樹脂型としての、模型は残ってますけども、実際のものはもうちょっと残念ながら見ることができないんですね。でもまあおそらくそれぐらいに近い年代のものじゃないかということが言われてまして、それぐらい前から私たちの、日本の人たちは漆というものを使ってこういうふうに、赤い漆って実は漆とちゃんと顔料を練って塗らなきゃいけないので簡単にはできない、ある意味専門家がいないとできない、当時からやっぱりもう専門家がいたというふうに考えてもいいと思います。でもう一つはこの石川県の三引っていう遺跡から出た、これ今黒くなってますけど実はやっぱり赤い漆が塗られてた櫛です。で櫛はこの時代たくさん作られてるんですね。もうここ の先ほど紹介した、福井県の鳥山貝塚からも櫛が出てますし、東北北海道もういっぱい櫛が出てます。ほとんどがやっぱり赤い漆が塗られてます。これ皆さん櫛といっても横櫛じゃなくて縦櫛と言われてまして、ここにこう今刃がねなくなってますけど、ずっと長い丸く削った棒が櫛の刃としてあるんですね。でここをやっぱり糸繊維でこう縫って、そして留めて漆でまた縫って固めてあると、要するに縦櫛と言われるものなんですね。でまあ縦櫛というのは実際こう溶かすというよりはまあ飾りのようにね刺して使います。使うというか飾りですね、ある意味で、亡くなった方に刺して一緒に埋葬したり神様に捧げるというようなところで使って、まあ、当時から貴重なものだったのでそういう使い方をしたんだと思います。これがやはり調べたら7200年前、ね、今から紀元前5200年です。それぐらいやはり各地に古い縄文の文化っていうのは残ってます。縄文というと皆さんやっぱり縄文土器っていうのを印象を、ね、持ちますけども、実は縄文土器と同じぐらいの歴史を縄文の漆というのは持ってるというふうに考えてください。これは皆さんもよくご存知ですね。青森の三内丸山古墳、これ復元してますからね、行ったことある方もあると思います。ここに人が立ってますけども、こんなに高いものが立ってたんじゃないかと言われるぐらい、三内丸山というのは古い、これがやはり、6000年とかね、前で、ここはどうも専門家の方によるとこの地域に1500年も長い間この縄文の人たちが住み着いていたらしくて、
その時代にやっぱ1500年も同じ地域に農業がない時代に住み着くっていうのは歴史的にも珍しいらしいです。それぐらい特殊なエリアがこの三内丸山で、ここで採れた、もの、途中にこういうふうに入ってるんですけども、まあ、これだけじゃちょっと分かりにくいですけども、実はこれをね、ごめんなさい、木の削った破片になったんですね。こんな鉢の一部ですね、それにこういう漆が塗られてた、こういうものが出てきた。そしてやっぱりこの当時からもう木をくり抜いて漆を塗った文化があるというふうに実証されたものです。まあ、もう一つは山形県からも出てまして、これはもうちょっと時代が下がってきますけども、同じ縄文のこれ土器です。これに赤い漆を塗りましてね、そして今度黒い漆でこんな模様を描いて、もうすごくデザインを意識して、当時から使うものを飾るという意識をもうこの時代の人たちは持ってた。山形の恩田氏遺跡というところですね。こういう、表面見てもちゃんと線がきれいに描かれているということは、まあ筆もあったのかなというふうに思いますね。で、漆の文化調べるとやはり偶然できたものじゃなくて、きちっと考えて作ってますから、こういう、道具、材料、それらが見事にこの時代にもう揃ったっていうことが分かります。で、赤い漆の上にこう黒、まあおそらく黒、まあこれは私も調べてないですけども、漆に黒い、灰積みのようなものを混ぜて描いたんだろうなっていうふうに思います。全体で見るとこういう素晴らしい土器の鉢、これにこうやって漆を塗って模様を描いて、まあ、ここにこう穴が開いてるんですけども、まあ、何に使ったんだろうなというふうに思います。そういうものがだいたいこういうふうにもう今から5000年ぐらい前にもう出来上がってる。東北の文化って本当に素晴らしいと思います。こういう編み物をね、ちゃんと繊維を編んで塗ったものも一緒に出てきてました。また青森県、もうこの岩手県と青森県の県境ぐらいですね、これ川遺跡というところ、ここから出てきたものはこの卵帯って書いてありますけど、竹の繊維を編んで形作ってます。竹の繊維を編んで作って、その上に赤い漆を塗ってる。もうこの辺もう現代の造形と変わらないぐらいものすごく高度です。もうこういったものが全部縄文に出てきてんですね。すべて漆が塗られて、僕はもう縄文というのは本当に縄文土器っていう印象が強いですけど、本当は縄文の漆って言っていいぐらいだと私は思ってます。もう一つ一例に挙げますけど、これは北海道恵庭市という、千歳に近いところですね。ここからも大量の、ここにありますけども、これ櫛だとかアクセサリー、あの本当にブレスレットですよね、そういったものが大量に出てます。こういうふうに固まって、で、これを数年前ですかね、調査させてもらった時の写真ですけども、まあ、およそ3箇所ぐらいのエリアから掘り出したものだったみたいで、この数たるやものすごく多いです。まあ、これ一括今国宝になってますけども、このカリンバというね遺跡、ここから出た、串類っていうのはこれまたすごく技術レベルが高くて、こういうふうにもう赤い、これやはり先ほど紹介した縦串のね、あの頭の部分です。この下に全部櫛があります。全部櫛の部分はやっぱり全部、朽ちてしまったんですけど、その、頭の部分、飾りの部分ですね、これ見てください。もうくり抜いている、作ってる、もう完全に造形っていうのを意識してます。
まだ刃物のない時代ですよね。おそらく石の刃物の石をすく削って刃物にしたものでやってる、そういうまだまだ道具がない時代にこれだけいろんな造形をして表現している。もう縄文の人から時代の人からやっぱり造形で表現したいっていうのがすごく手に取るようにわかる。もう見事なやっぱり日本人の文化っていうのはこういうところから一つ一つ見えます。これが全て漆文化だっていうね、素晴らしい私は、証だというふうに思ってます。まあそういった、長い1万年というね長い歴史を持った漆文化だっていうことをまず、知っていただけたらなというふうにして、この縄文の一つの漆工芸っていうのを紹介させてもらいました。まあ実際問題、私たちが、今目にしている、今日も私2点蒔絵の作品持ってきましたけども、こういったものは現代に伝わるようなものが、生まれるのは、まあ、それでも今から1300年400年前、そういう長い歴史を持っているのが日本の漆文化です。やはり、一時はジャパンと言われたぐらいの、漆の文化、これが日本の顔だったわけで、まあ、今でも海外の方が日本のイメージというのは漆というのをすごく感じて言われてます。先週私ロンドンに行ったんですけども、ロンドンの日本大使館のギャラリーで、まあ、今でも展覧会やってるんですけど、そこに大勢のイギリスの方が集まっていただいて、すごく漆のことを見て、もっと見たいっていうふうにすごく言ってくれました。でイギリスというのは、まあ、大英博物館あるいはビクトリア&アルバート美術館という大きな2つの博物館美術館を持ってますけども、ここにもジャパンルームといって日本の部屋があります。でそこには、古い時代から日本のものがたくさん飾ってあって、ヨーロッパの方たちはみんなそれを見てくださってます。で、ヨーロッパのそういう美術館というのはやはり最も古いものからずっと、現代まで一緒に飾ってくださるんですね。で日本だとどうしても、古いものは古いもの、新しいものは新しいものって分けて展覧会やるんですけど、やはりヨーロッパの方たちはちゃんとその歴史っていうのをきちっと表現して捉えてくださって、昔から現代までずっと文化がつながってるっていう展示をしてくださってます。でそういうことが行くとよくわかるし、で私たちが、そういう現代の作品を見せると、まあ、江戸時代のものと比べながらやはり評価してくださってます。そういう意味で、日本の漆文化っていうのが今でもヨーロッパの人たちはすごく理解してくださってます。で、こと岩手に関しましては、実際、国としてはこの選定保存技術という一つの、残さなきゃいけない技術として文化庁が選んでくれる中に、まあ、漆に関すれば日本産の、漆の生産生成というのを76年に選定してくださってました。でそれを、まあ、育てる協会、日本文化財漆協会という協会も同時に認定して、それに、携わる漆かきの人たち の、 保存技会っていう、このも今度は20年ほど遅れて96年というところで選定してくださってます。でそういうふうにして、まあ、我々はその技術を使って、工芸美術品を作るという創作者としての、認定は個人指定というふうになってますけども、そのことそういうものを支える側の技術っていうのもすごく大事ということで、それがして認定されてます。これもほとんど今岩手の中での活動、二戸浄法寺を中心とした活動になってますね。で
これが私が、まあ、一番こう関わっているのはここの文化財歴史協会という協会で、76年に認定されたということは、まあ、およそもう、40年ですか、以上経ちますね、それぐらい、古い、まあ、今7年だから50年経つんですかね、40年か経ちますね、それぐらい前から実はそのもう昭和の、50年代初めです。その頃は、もうとても漆っていうのが、育たない状態ぐらい、もう岩手にも、漆かきの人が本当少なくなって、もうこれ以上なくなると大変だなっていう時代でした。まあその時に、そういう松田権六先生というね、私たちの本当に大先輩大先生ですけども、その先生方が声掛けしてくださって、そういう協会を作って、で文化財の保存に使ったり創作活動に使ったりするべきだということで、その協会を立ち上げて、で現代に至るわけですけど、その昭和50年代っていうのはなかなか、皆さんにまだまだ理解されてね、まあ、発足自体は47年なんですけど、準備が5年ぐらいありましたので、実際には53年ぐらいから植栽が始まったんですね。で、まあ、その歴代の会長、まあ、初代を務めるその松田権六って今話しましたけど、まあ、これ漆の神様みたいな方で、明治生まれ大正昭和、ずっと漆を牽引してきてくださった方です。でそういう方がやはり今、まあ、一つのきっかけとなって、まあ、代々人間国宝の先生が会長を務めて現代に至ってます。でこういうことがきっかけで、まあ、浄法寺地区にも漆の植栽っていうのが定着していくわけですね。で組合の方と一緒になってどん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 、まあ、成長して、それを、漆を描くところまで来て、少しずつ少しずつ漆の植栽っていうのが広がるきっかけになったのも、この昭和53年っていうのが大事なところだなっていうふうには思ってます。まあ細かくは、この後松田さんがお話しされますので、そのまあこれ苗木の畑ですけども、イメージというのをちょっとつかんでいただければというふうに思ってます。まあこれが最初の植栽をした山ですね。4年5年6年と育って、ようやくここまで育って、まあ大体最初の植栽が描けるようになったのが、まあ、15年ぐらい経ってからですかね、かなり、昭和の60年代後半平成に入ってから、実際の植栽が始まって、まあそれでもこれと同時に組合の人たちも、植栽活動が始まりましたので、急激に増えた時代もこの時代です。まあ、この辺りの書き方は後々ゆっくりと松沢さんの方からお話しもらえればというふうに思ってます。まあ、このようにして傷をつけて取るっていうのは日本独特の文化で、なかなか同じ漆を生産するのも中国とは全く違う取り方をしてます。で国産漆っていうのの一つの特色っていうのを、まあ紹介したいと思います。まあ、一番 の、 まあ、強さ、紹介したいところが一番の強さ、そしてこの塗膜表面が固く固まるっていう以外にも、実際に接着力が強いっていうのもこの漆、日本産の漆の特色です。先ほどもちょっと覗いてきたら金継ぎの体験実習っていうのやってましたけど、陶磁器をくっつけるぐらい強い、今の接着剤よりはるかに強い天然接着剤だっていうこと、これ今日は映像持ってこなかったですけど、もう縄文時代に縄文土器をくっつけて使ってるっていうのも出土してるぐらい、当時から壊れたものは漆で接着して使ってたっていうのがよくわかります。まあそれをお茶道具なんかで金継ぎというね、方向で持って今でも伝わってますけども、それぐらい
漆っていうのは接着力が強い、特に国産漆ですから、まあ、修理にはもってこいの素材なんですね。文化財修理にやっぱりこの硬い、接着力が強い、こういうものが欠かすことができない、これが国産漆の大事な大事な特色です。そして当然のことですが、このように、精製するとものすごく透明度の高い収益が得られる。そしてこの艶、もう塗りたての艶の半艶のとっても優しい肌、もう私はもう赤ちゃんの肌だって言ってるんですけども、それぐらいしっとりとしててさらっとしてる漆の、あの肌っていうのは、これも化学塗料では絶対得られません。化学塗料だとどうしてもしっとりはしててもベタつくんですね。でも漆の肌っていうのはしっとりしていながらさらっとしてるっていうのが、これがまた漆の素晴らしさです。そしてまあ、これは使ってみないとわからないですけども、ごめんなさい、固まった段階の湿度感、この温湿度にすごく影響される。最初にお話しましたけど、ちょっと雨が降るとふっと固まってくれる、天気が続くとなかなか硬化しないっていうぐらい、すごく湿度に敏感で、湿度がないと固まらないっていう、この漆の特性も多分世界中に、いろんな、塗料がありますけども、まあ漆しかないでしょうね。そういう意味で、真似のできないこういう特色があるということを頭に置いておいてもらうといいなっていうふうに思います。このように、これは今日こちらにも来られてます、森林研究所の田畑さんと一緒に、国産漆がどのくらい、硬化する、いろんな条件で、いろんなあの条件で取れた漆が、どのように、固まっていくか、どのぐらいの、スピードで硬化するか、あるいは硬化した漆がどれぐらい透明度を持つかっていう実験をした、板です。こういうふうにやはり一つ一つ、検証しながら、いい漆をどう確保していくか、これも、大事な大事なこれからの仕事で、一本の木からなるべくたくさん取れずに越したことはないし、実は本当に大きいコップ一杯ぐらいしか取れないんです。15年育ててもね、それぐらい少ない量しか漆っていうのは取れない。それをどうしたら多く取れるかとか、どうしたら、よく塊のいい効果の早い漆が取れるかと、そういうことも少しずつこう選んで選んでいい印象を残していく、こういうことも一緒にこれから協力してやっていかないとならないかなというふうに思ってます。まあ実際もう一つは、なぜ国産漆が広がっていかないかっていうのはやっぱりコストの問題があります。ああやって日本ですとこう透明度の高い漆を取っていく、それから硬化速度の速いしっかりした漆を取っていくために、一本一本傷つけてすごく丁寧に取っていきます。ところが中国から輸入されるものはもうちょっと乱暴にラフに取っていくので、そのあたりが、使う側の私たちにとっては差があって、国産漆じゃないとどうしても使い勝手が良くない。でもその分、中国からの輸入は5分の1ぐらいで済むので、どうしてもそちらの方を使ってしまう。だからどうしても国産の漆が今ね、自給率 2% ぐらいしかないっていうのはそういう理由でもあるんですけど、コストだけじゃなくて、やはりこういう硬さ、強さ、透明度っていう方を、これを上回る能力があるんだよっていうことを知ってもらうためには、どうしても漆の日本の国産を理解してもらわないといけないというふうに思ってます。で、こういう漆のイメージをつかんだ上で、じゃあこれをどういうふうにして装飾に生かしていくのかと
というもう漆の強さっていうのは分かったと思いますので、今度は表現の幅、日常を使うものから、美術の世界まである、これが国産の漆の、利用の最大の方法で、それが日本の工芸の文化そのものなんですね。まあそういう意味で、一番私が携わってますこの蒔絵というね、分野、蒔絵っていうのはどういうものか、やっぱり金の粉を、使うんですけども、金の、塊をヤスリでおろした粉なんですね。金箔とは全然違います。ヤスリでおろした粉を実は巻いて絵にするという、それが蒔絵の、語源です。今映像で見ていただくと分かります。今漆で線を描いているところです。このように、実際、漆で描くというこの作業が蒔絵の一つの段階です。金と漆と混ぜて描いているわけじゃないんです。で、この描いた後にその固まらないうちに、このように先のヤスリでおろした粉を巻きつけるわけですね。そうすると線の漆の線のとこだけにくっつく、で巻いて絵にするということで蒔絵という名前がつくんですね。ですからこの巻くという作業が一番ある意味大事な作業ではあります。どこを好きな分量を好きな場所に落として、こう濃く巻くところからこういうふうに薄く淡く巻くところまで作って濃淡を作れる、これが蒔絵の一つの特色です。この蒔絵というイメージを使って、まあ、私は作品を作っているということで、まあ、作例いくつか紹介します。まあ、これは2002年に、作ったもので、まあ、白いところは蒔絵じゃなくて螺鈿という貝をはめたものですね。ちょうど、同じ岩手にあります中尊寺の金色堂という国宝がありますけど、あの内部もこの同じ螺鈿、蒔絵と螺鈿でこのように装飾されている。ですから、デザインは全く私の現代のデザインですけども、技術的にはその中尊寺の蒔絵と螺鈿と同じ、技法を使ってます。つまり伝統って何だというと、そういう漆を大事にするという価値観と、その先ほど言った研ぎ出し蒔絵螺鈿という、もう平安時代からずっと変わらない技術、これは技術っていうのは私の手の中にあるわけですから形にはないです。で、この技術を使うということで、実はそれが伝統であって、作られるものが、決して昔からあるものだけのデザインで作ってるわけじゃないという、常に現代を表現していくっていうのがいわゆる伝統なんですね。ですから伝統って伝承と間違える人がいるんですけど、同じ形を繰り返し繰り返しやるのはやっぱり伝承なんですね。やはり伝統っていうのは常に時代に沿って新しい、デザイン表現をしていく。でもその価値観とか技はずっと古くから続いたものを守ると、この2つのバランスがやはり伝統というものを作っていくんだと。まあこれもう一つの例として、チェス盤を昔作ったことがあります。まあ、江戸時代から碁盤ですとか将棋盤ですとかすごろく盤はこのように蒔絵をして、飾った遊び道具が江戸時代からずっと残ってます。まあ現代だから、まあ、それを、まあ、西洋将棋っていう盤を作ってもいいんじゃないかというふうに思って、作ったのがこういうもので、まあ、チェス、まあ、チェスの駒も一緒に作ったんですけどね。まあ、こういう指針、指針というのは神様が、東西南北を守る、朱雀青龍白虎、ね、こういうものを各4面に、デザインして、表現していました。これを蒔絵でやったという。でもう一つはこの赤い、ところ緑のところは、まあ、金と色漆とうまく塗り込みのところに絡めて朱金という、これも、
江戸時代以降以前から伝わっている技法ですけど、そういうのを今風に表現しているということですね。で、現代の一つの、表現の例として楽器にもやったんですけど、ハープ、ハープっていうのはやっぱり西洋の楽器ですから、すごく西洋風な柱になってますけど、実は、日本にも正倉院という、奈良東大寺のお蔵にハープと同じ構造を持った箜篌という楽器がありまして、これやっぱり漆塗りなんですね。で、古代ペルシャから西洋に渡ったのがハープで、古代ペルシャからずっとシルクロードを通ってきたのが箜篌で、兄弟の楽器なんですけど、そちらに、漆塗りが施されているということで、じゃあ、兄弟の、楽器なら西洋のハープに塗ってもいいかなと思ってやったのがこういう楽器ですね。変わったところで、これももう10年ぐらい前です。8年前か、携帯電話にもやったことあります。これは日本の会社じゃないんですけど、ロンドンの会社で、割と世界に本当に高級な、モバイルフォンを作っている会社で、なんかもう一番、安い、携帯電話でも70万とか80万するらしいんで、もう世の中にはそういう、世界にはそういうのが安いっつって買う人がいっぱいいるそうで、ちょっと日本の感覚とは違うんですけどね。で、その方が、社長が来て、どうしても一つ二つでいいから作ってくれって言われて、それで作って、じゃあ春夏秋冬で4つデザインして作りましょうって言って作ったのがこれです。で、届いたらもうこのボディごと金なんで驚きましたね。この2つ、これは冬の南天の模様で、秋の菊、春の桜と、で夏とシーズンでやったんですけど、この2つはイエローゴールドで、こちらはホワイトゴールドで、全く金の塊でしてびっくりしましたけどね。で、こういうものも、世界に4台しかない、1台ずつしか作んなかったので4台しかなく出したんですけども、あっという間に売れるという、世界っていうのは本当に不思議なとこだなと思ってます。最近の作で、やはり螺鈿と、蒔絵を施したすずり箱を作りましたけど、これも、去年、一昨年ですか、メトロポリタンの美術館に収蔵されまして、世界で、たくさん日本の蒔絵のものを見ていただく、現代作ったものを見ていただくという、とてもありがたい機会を持たせてもらいました。ちなみに、今年は大英博物館で、同じ私の作品を購入していただきました。で、特殊なところでもう一つは、こう鉛という、ものを、板を蒔絵と組み合わせて使う、これは尾形光琳なんかがリンパという、もの、現代まで伝えられている一つの、デザイン的な特色、これをちょっとリスペクトして作ってみたんですけども、新しい素材を使うっていうのは、現代だからこそできることっていうのはたくさんあります。今年作ったのは、私はチタンっていう金属を標本として使ってみましたけど、各時代各時代、先ほど言いましたように技法っていうのは、古くから伝わっているものを使いますけども、表現というのはやはりとことん現代で表現していくという意味では大事なことだというふうに思ってます。逆にとてつもなく大きいものっていうのも、漆っていうのは十分できます。これは東京の中目黒にあります祐天寺というお寺の、講堂のエントランスホールの壁なんですけども、これ、高さが5メートルぐらいありまして、こちらも11メートルっていうかなり大きな壁です。こういったものも、やります。
でもう本当にこのぐらい大きくなるとこれだけで直径3メーターぐらいありますから、もう足場を組んで先ほど撒いたような、もう足場の上から踏もう撒くというそういうぐらいのことをやらないと成り立ちませんけども、まあ、こういうぐらいの大きいものも、壁面でやる。でそうするとまだまだこれから、あ、漆でもこれだけのことができるんだということで、まあ、パブリックの空間こういうところにもまだまだ漆というのは使われる。でパブリックな空間に使えると、ああ、漆っていうのはこんなに表現幅があるんだと、まあ、日本の文化もこれからこんな小さい携帯電話からこれだけ大きなものまで表現できるんだよっていう、そういうことを皆さんに分かってもらう、そしてその美しさを見てもらう、そういうことがこれからもう本当に必要なことだというふうに思ってます。まあ、これもちょっと特殊な例ですけども、埼玉県の吉川という町、ここは江戸時代からのナマズ料理の町なんですね。で町おこしでナマズをモニュメントにしてほしいって市長に言われまして、ただナマズはやってもいいですけど、モニュメントは野外なのでとても漆は紫外線に弱いからできませんっていうふうにお断りしたんですけど、まあ長い、漆さんが言う1000年を超える歴史っていうんだから一つぐらい野外にある、ものもあるだろうっていうふうに、言われちゃいまして、まあ、確かに、ね、先ほど部長さん言われたように日光の東照宮ですとか野外のものもありますけど、やっぱりある程度朽ちて、劣化していきますからね、定期的にメンテナンスが必要で散々悩んで、うん、と思いましたら、あ、そうだ、金閣寺は確かにありますねっていう話をしたら、あ、じゃあ金のナマズにしようっていうことになってこういう羽目になりました。で金箔を貼るっていうのは装飾的にも金というすごくインパクトのある表現なんですけど、実は漆の塗膜も守ってるんですね。だからそういう意味で金の表面が、漆の劣化を遅くするっていうそういう役割もあるので、まあ、少し一つのヒントにはなるのかなというふうに思って作った、まあ、5メートルありますこのナマズは実は、まあ、それをちょっと同じデザインで作ったこの逆にナマズをこの黒く抜いてね、作ったすずり箱っていうのも作りました。まあ、もう一つは駅のエントランスのね、壁面というのも、やりました。まあ、出たところの正面、まあ、これも、ほとんどこう窓の外見たら分かりますようにこちら外の、壁で、裏側からどんどん直射が当たって、このように囲ってしまうと、夏70度ぐらいに上がるって言われてそんなところに漆入れるのも大変なんで、どうしましょうと思ったんですけども、この時は、実はパネルを金属で作りまして、でこれは 4.5 メートルありまして高さ 1.5 メートルなんですけど金属パネルにしました。でそのために、少し気温が上がっても、板が歪まないようにやったら、まあ、やはりその辺も耐久してます。で耐久力があるっていうのは実は漆の強みでもあって、そういう意味では、こういうふうに工夫をすれば大丈夫というふうに、まあ、これは、この町の、一つの町の木が、木製という木なので、まあ、そこで、町の木に集まる、まあ、子どもたちを鳥に例えて、まあ、この辺は螺鈿で鳥は螺鈿でやったんですけども、まあ、こういうアップの状態こういうふうに螺鈿で表現するというようなことをやりました。まあ、あとは先ほど言いましたように、お椀日常で使う先ほど言ったようにこういうパブリックな美術品からこういう日常のお椀まで、まあ、最初に言いましたけど幅が広いっていうのが日本の工芸の文化です。もうこのどちらかでもいけないんですね。こういう日常から、公の美術まで幅が広いっていうのが日本の文化なので、これが工芸っていう文化です。それを、大事にしていただけたらと
というふうに思います。まあ、最後に私いつも、最近の講演会ではこういう日常の食器というのもものすごく大事なんですよという話をさせてもらいます。まあ、これは実は我が家の食器棚なんですけども、こういうふうに、どこも行き当てのない食器が自分の家で使われるということになるんですけども、まあ、そういうことを一つ大事な幅の広いということが大事で、で、その強さを一つ表現したことで最後締めくくりたいと思うんですけども、この方で締めくくるわけじゃありません。この人は、皆さん、ね、ご存知かもしれませんけど三浦雄一郎さん、4年前に80歳でエベレスト登頂に挑戦して、見事成功して帰ってきた方です。この三浦雄一郎さんと、私が、なんでこういう、関係にあるのかというのはほとんど結びつきがないんですけども、実はこの方が、登頂する前の年かなんかに私の講演会に、聞きに来られた方がいまして、で漆っていうのは本当に強くてぜひ、保温力があるので皆さんがご飯食べるのに、大概皆さんお家でご飯茶碗っていうのを使って食べてると思いますけど、あれは間違いで、ご飯は茶碗で食べちゃいけませんっていう話をいつもするんですね。でなんでですかっていうと、いやお茶は熱いから冷めやすい器でいただく、早く飲み頃になる、熱いものといつまでも保温力があったらいつまでたっても飲めないですからね。ですからなるべく早く冷めやすい器でいただく、これが陶器磁器でいただく、これが茶碗なんですね。でもご飯の場合は皆さんお家でお子さんに言ってるようによく噛んでゆっくり食べなさいって指導している割に冷めやすいお茶碗で食べてるっていう、それは間違いじゃないですか、しかもご飯茶碗っていう名前っておかしくありませんか、皆さんご飯をどうしてお茶を飲むわんで食べるんですか、お茶碗は茶を飲むわんですよって言うと、ああなるほどって皆さん言うんですね。でご飯っていうのはご飯茶碗じゃなくてご飯碗で食べるんですよっていう、でお茶碗は皆さんご存知のように石片の碗がつくんです。でもご飯碗と汁碗は木片がつくんです。こういう感じを皆さん忘れちゃってる。なぜですかって言ったら、両方ともそれぞれおいしくいただくために素材が違う。木の漆塗りの碗はご飯と味噌汁に両方使う、お茶は石の陶器のお茶碗で食べる、だから石片と木片で使い分ける、でそういう話をすると、そしたら講演が終わった後質問来てくださった方が、本当に冷めにくいですかって言うから、本当ですって言って、じゃあうちの父が今度山に登るんで作ってもらいたいんですっていう話になって、お父さんって誰ですかって言ったら、いや三浦雄一郎だって言うんで、じゃあエベレストに持っていくんですかって言うから、そうしたい。であそこに行くと、なんと夏は、夏じゃない、ごめんなさい、昼はプラス50度までテントの温度って上がるんですって、空気が薄いですから。ところが日が陰った途端一気にマイナス40度まで下がる、一日の寒暖差90度、それでなおかつもうこういうふうに体が冷えちゃってますから、あったかいものを食べないと体が持たない、だけど装うとすぐ冷めちゃう、で何を持っていくんですかって言ったら、プラスチックのを持ってきますって、じゃあ冷めますよねっていうことで作ってあげたんです、本当にこれを。そしたらもう本当に暖かく体が温まって、もう30日3度3度ずっと使わせてもらいました。ところが私も自信持って出したことは出したんですけど、そんな寒暖差90度とか、しかもちょっと風が吹くともう湿度も、20% 以下下がっちゃう、でしかもこのあとこれを洗うわけですけど、
水がないから雪を溶かして洗うと、もう砂利だらけ、砂利が入った水で洗う、そんな過酷な使い方をして、いや無事に戻ってくればいいなと思ったんですけど、ちゃんと無事に戻ってきてくれて、私のところに戻してくれました。それがこの湾で、せっかく山に登って、無事、まあ、地球上で多分一番劣悪な環境を過ごしてきた湾だと思います。ヨーロッパアメリカなんと大したことないです。もうもっと砂漠に近いようなところで過ごしてきた湾なので、なんとかこの湾を皆さんに紹介したいねって三浦雄一郎さんと話したら、これ作りましょうっていう話になって、じゃあどんな名前にしましょうって言ったら、エベレスト湾がいいですかって言ったら、三浦雄一郎さんが、いやチョモランマ湾にしましょう、チョモランマ湾って何ですかって言ったら、いやチョモランマっていうのは地元ではあそこの山はチョモランマって呼ぶんだと、いやどういう意味ですかって言ったら、五穀豊穣の女神が住む湾だ、あの山だっていう、あそれはぴったりですねって話して、でそれ以来この湾は、チョモランマ湾という名前がつきました。まあそういう意味で、漆の強さ、これを一番皆さんに知っていただくためには、この湾、本当は今日持ってくればよかったんですけどね、荷物が多くて持ってこれませんでした。素晴らしい、もう戦いの跡っていうぐらいの傷が入ってましたけど、気にならないです。それぐらいの、働きをして帰ってきたもんです。でお椀のやはり、使い勝手の良さ、あの形も、下が石だらけでゴトゴトして机でひっくり返りそうだからっていうんで、ちょっと広めに高台を大きくして、で外も滑りにくいように、手がかじかんでもいいようにちょっと工夫して、作りました。とっても喜んでもらいました。来年また85歳で、中国の、6番目の高い山にチャレンジしてスキーをやるって無謀なことまで言ってますけど、その時にもぜひ漆さんの輪を持っていきたいって言ってました。まあそういうふうにして、漆は決して、そんな美術だけない、日常もみんなに愛される漆器として、日本文化、僕は、日本人一人一番っていう運動をしたいと思ってます。一人が一つのお椀を使って心豊かになってもらう、こういうふうにしたら、岩手県の作ったお椀もたくさん全国に広がっていきます。一人一椀をぜひ進めてもらって、子どもたちが豊かに、本当に先ほど言いましたように赤ちゃんのような肌で、さらっとしっとりしたお椀を触るだけで子どもたちの感性っていうのはすごく豊かに育ちます。で五感で、子どもたちを育てるっていうことはものすごく大事なことなので、ぜひ皆さん実行していただいてね、それが岩手の産業にも直接結びつくことになります。でそういう活動がこれから、広がっていく、こういうことを、願って今日の話にしたいというふうに思ってます。今日はありがとうございました。美しい作品の数々や、そして制作過程、また実用性を証明するようなお話もあり、大変漆に魅了されました。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。続きまして、浄法寺漆産業松沢拓夫さんに、漆と私、そして新たな漆製品の展開についてと題しプレゼンテーションしていただきます。また漆デイズ岩手の開催にあたって、今年7月から制作がスタートした漆製品コンセプトモデルの完成発表を行います。一体どのような新製品が披露されるのか楽しみですね。それでは松沢さん、よろしくお願いいたします。浄法寺漆産業の松沢と申します。今日は、このようにたくさんの方に集まっていただきまして誠にありがとうございます。
今日はですね、漆と私ということでお話をさせていただきますけれども、室瀬先生の方から漆についての非常に魅力的なお話をいただいた後で、私がお話することは少ないんですけれども、なぜ、こういった漆の仕事をしているかですとか、あとはその今やってる、今私が手掛けているその漆のこと、それを、ちょっとお話ししていきたいと思っております。よろしくお願いします。自己紹介なんですけども、もともと県の職員をやってまして、隣県庁ですけども、県庁の中でですね、ずっと、漆と全然関係ない仕事をしてまして、で最後のその4年間をですね、二戸地方振興局という県の出先の機関がありまして、そこにこう配属になりまして、でその時に漆に出会ったというのがきっかけです。で家業がその漆をやってるとかっていうわけでもないですし、その当時は全く漆に関心がなかったんですけども、担当になって初めてその漆っていうのも出会いまして、その漆にかぶれてしまったというか、漆が大好きになってしまって、辞めてですね、現在に至っております。で、最初は個人事業で浄法寺漆産業という名前でですね、起業しまして、漆の精製ですね、後でスライド出てきますけども、精製という仕事、それから販売、漆器の販売ということをやっております。で平成23年からグッドデザイン賞とか、そういった賞もいただいているんですけども、基本的には漆を精製して販売するのと、漆器を販売すると、その2本立てでやってきております。で、その漆に出会ったきっかけというのがですね、漆かき浄法寺 の、 その漆かき職人の、大森俊三さんという方が、私が浄法寺に行って初めてその漆かきをこう見せていただいた方です。で、この3人の方々は私が勝手に師匠だなと思って尊敬している方々なんですけども、まず大森さんは非常にその、漆かきをこう、分かりやすくですね、いろんな方にこう紹介していただく、浄法寺でも貴重なその、漆かき職人で、サービス精神が旺盛でですね、私もこう1日ずっとついて、漆かきを見せていただいたんですけども、それが非常にこう、衝撃的というかですね、なかなかその岩手にいても見ることができないことをですね、じっくり見せていただいたということで、非常にその最初 の、 その漆と出会ったきっかけになった方です。で残念ながら今年ですね、亡くなってしまいましたけども、非常にその大森さんの漆っていうのは全国 の、 その漆の作家さん職人さんからも非常に評価を受けている漆でして、名人と言われている方です。でそれから西出真理子さんという方はですね、この真ん中に写っている女性ですけども、オランダでその、漆 の、 古い漆の作品を修復する仕事をされてたりとか、あとは自分の作品を作っていたりとか、そういった漆の作家さんなんですけども、西出さん の、 その師匠の方が、勝さんという勝先生というですね、葛巻出身、岩手の葛巻町出身の、漆芸家で今埼玉に住んでいらっしゃいますけども、その勝先生から教わったということで、岩手ゆかりの岩手の方から教わったということで、非常に岩手に対して非常に親近感を持っていらっしゃいましたし、浄法寺の漆を使ってその、オランダにある古い美術品を直したりとかですね、そういったことをされていまして、でこの時は浄法寺に来られて、漆かきを実際に体験した時の様子ですけども、その海外でもその漆っていうのは非常に魅力的なものなんですよということを教えていただいた方です。で西江さんもですね、残念ながら今年の初めに亡くなってしまいまして、私としては非常にこうお二人が相次いで亡くなったっていうのは本当に残念なことなんですけども、私がその漆 の、 その世界にこう入るきっかけをいただいた方々です。それから室先生はですね、私もその県の 職員の時に、室先生といろいろ接点ができましてですね、現在に至っているんですけども、やっぱりこう漆をこう分かりやすくいろんな方にこう紹介するということをずっとやられてきている方でして、あと私としてもその室先生 の、 姿勢というものに非常に共感していまして、いろいろ未だにこう教わっているというところです。
で早速ですけども、その日本 の, その漆生産の状況ということで、ご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、日本一の生産量を、岩手県は誇っているということで、これはに平成28年のデータですが、全国生産量の約 75% を生産しているということで、圧倒的に、岩手県が、まあ生産をしているということがわかるかと思います。で一方、その国内で使われている漆がですね、まあ、ほとんどが外国産、まあ、中国産がほとんどですけれども、 97% が、輸入に頼っているということです。で日本産はわずか、まあ、2% に過ぎないという現状があります。でそのように、まあその国産の漆のですね、7割を、岩手県、まあ、上法寺の方で生産しているわけですけれども、漆かきというのがですね、まあ、2つ方法が、あると言われているんですが、今その殺しがきという、越前ですね、まあ、昔の今 の, その福井県ですね、福井県の方で、編み出されたその方法が今主流になっております。でこれは半年でその漆を取り尽くして、最後にこう伐採してしまうということで、まあ、名付けられた、物騒な名前ですけども、これが主流になっております。で一方、その養生書きというやり方もあるんですけれども、まあ、昔はその漆を実をですね、取っていたということもありまして、期間をちょっと長くして、漆を取るという方法ですが、殺し書きよりもちょっと収量が、少ないということで、今は殺し書きになっています。で漆の苗木をですね、植えてから、10年から15年ぐらいかけて育てて、でやっとその漆かきができるぐらいの太さになっていきますけれども、その1本の木から、たったその牛乳瓶1本分ぐらいしか取れないということで、非常に、貴重なものであるということが分かるかなと思います。で漆かきはですね、半年間かけて、行う作業ですけれども、まあ、大体6月の初めから10月下旬にかけてですね、まあ、ほぼ休みなく毎日山に行って漆を取っていきます。でこう傷をつけるのもですね、毎日こうどんどん傷をつけるんではなくてですね、4日間隔を空けて傷をつけていきます。で職人さんが1日あたり100本ぐらいの木に傷をつけていきまして、で年間、まあ、約300本から400本ぐらいの木に、傷をつけていくことになります。で最終的には75キロ程度取れれば、1人前と言われてますけれども、この辺はばらつきがあります。でその取る量ですとか品質はですね、まあ、その職人さん の, その取り方とか流儀で、差が出てきます。でこれが面白いところで、漆ってこう、まあ、傷つければ全部同じかなと最初は私も思ってたんですけども、全部その、比較すると、まあ、色もですね、粘りも、まあ、匂いとか、まあ、含めて全部違うんですね、まあ、そういった個性が現れるものなんですけども、まあ、その他にこの発片とかですね、まあ、盛り片とか末片とかっていうふうな、まあ、その取った時期の区分っていうのもありまして、これもまたその、品質がそれぞれ違うんですね。でこれをこう、扱いこなして塗っていくっていうのが、職人さんとか作家さんになっていきます。で雨が降らない限り毎日山に行って漆かきをするということで、非常に、まあ、大変な作業です。で漆は出た瞬間はこういった乳白色をしてまして、白っぽいんですけども、空気に触れて酸化するとこういうふうに黒く変色して固まっていきます。ですので最初からこう黒い色をしているわけじゃなくて、最初はこういう樹液としての、まあ、白っぽい感じの樹液が出てきます。それから、まあ、漆かきをするときの道具ですけども、これも非常に、まあ、変わっていまして、漆かき専用の道具があるんですけども、この鎌という道具とカンナ、それからヘラという道具でして、この鎌で最初その表面の荒川をこう削ぎ落としてですね、表面を滑らかにして、そこにこうカンナで横に傷をつけてですね、で漆が出たのをヘラですくい取って、この上にある高っぽという容器にどんどん入れていくという流れが基本的なところです。でこの道具を作っている職人さんもですね、上法寺の隣の青森県の田子町というところに、中畑さんという方が、お一人で作っているんですけども、まあ本当にこの道具っていうのは本当に特殊でして、なかなか作れる職人が少ないということで、後継者もですね、まあ、お弟子さんが今入ってますけども、なかなかその、
一人前まで、まとめ作れるという状況ではなくてです、ね、まだ中畑さんが、第一線で作っていらっしゃいます。でそのようにして取った漆はですね、アラミ漆といいまして、この状態ですとまだ木のくずとかですね、ゴミが入った状態ですので、そのままでは使えないので、それをゴミを取り除いてですね、こしたものがあります。それを木漆といいます。で木漆はそのまま吹漆ですとか、漆器を作るときの一番最初に、まあ、あの下地として使う場合がございますし、それからその木漆を攪拌してこう成分を滑らかにしまして、で熱を加えてその漆の中に含まれているその水分を飛ばしてですね、でちょっとこう濃縮していく作業があるんですけども、それを精製なんですけども、それを精製漆と、別名そのすぐろめ漆と呼ばれるものです。でさらにその、色をつけた漆ということでは、黒い漆を作るときは漆に鉄粉を混ぜたり水酸化鉄を入れて精製して真っ黒い漆を作りますし、赤い漆を作るときはベンガラとか朱といった顔料を混ぜて赤い漆を作っていきます。で私は、まあ、その仕事としてこの木漆を作ったりとか、あとは精製漆を作って、チューブに詰めて販売をするということをやっております。で漆の特性ということではですね、あのまずその紫外線に弱いというのがありまして、今日あの漆塗りの車が外に展示してありますけども、ちょっと今日雨であれですけども、基本的に紫外線に当たると漆の塗膜ってどんどん表面がボロボロこう落ちてきちゃうんですけども、まあ、それはもう塗料全般的なものなので漆に限った話じゃないんですけども、まあ、紫外線に弱いということがあります。それからかぶれがですね、まあ、漆というとかぶれるということを連想する方が多いんですけども、大体の人はかぶれますね。で私も最初漆に触った時はかぶれまして、なかなか、ひどかったんですけども、1回2回3回とこう漆に触れていくとですね、だんだん慣れていきます。でこれが免疫寛容といいまして、まあ、免疫がついていくんですね。大体まあその慣れていくっていうパターンの方が多いんですけども、まあ、中にはこう全く弱い人がいまして、ずっとかぶれてですね、なかなか治んないって方もいらっしゃいますし、あとはかぶれに非常に強い、触っても全然かぶれないという方もいらっしゃいまして、まあ、これはあの個人差があります。あとはまああの職人さんでもその中国産の漆でかぶれなかった方が、日本産の漆でかぶれるということもよくあります。あとはまあ体調、風邪ひいたとかで、そういった時で、時にその風邪をかぶれるということもあったりですね、まあ、その体調によるということも結構あるようです。でこれが漆の精製、先ほどの精製の話ですけども、この精製する機械ですが、これは岩手県の工業技術センターにある機械でして、これを私が借りてですね、で精製という作業をしています。このたらいみたいな容器に漆を入れまして、下から熱を加えてこうかき混ぜるという装置です。で大体、まあ、これ 42.5 度って書いてますけども、40度ぐらいの、まあ、熱でゆっくりとこう、まあ、水分を飛ばしていくんですけども、これを失敗してしまいますと、例えばその50度ぐらいの熱で、ガンガンこう熱をかけてやっちゃいますと、こう乾かない漆になってしまうんですね。中にこの漆の中にそのラッカーゼという酵素がありまして、そのラッカーゼが熱で壊されてしまうと漆ってこう固まらなくなってしまうということでですね、非常にこうデリケートな作業をしなきゃないということで、これが非常に難しいところです。で、私の方ではこういったチューブに詰めて、漆を販売してまして、これは 200g と 100g のチューブですけれども、今は 5g から 200g まで、精製してチューブに詰めて販売をしています。でこれは、10g のチューブですね、こういったアルミのチューブに詰めても販売をしています。で国産漆については、先ほど室瀬先生からもお話がありました通り、まあ、国産と中国産はちょっと違うというお話です。まあ、漆オールというのがですね、非常に含まれているのが日本産漆で、中国産は若干その漆オールが、落ちるということが分かっておりますし、やっぱり固まった時の塗膜が非常にがっちりと固まるというのは、確かにそんな感じがありまして、耐久性もそれに伴って、持っているということが言われております。
でただやっぱり乾きがですね、効果がちょっと中国産の漆に比べてゆっくりということもあってですね、まあ、なかなかその作業効率が悪いということも言われてますし、それからまあ価格が高いということで、中国産の5倍ぐらい高いということがあります。ただ最近は中国産も値上がりしてまして、その価格の差がどんどん縮まってきております。で次に浄法寺の漆器ということで、浄法寺塗りはですね、まあ、こういったシンプルな器ですけれども、まあ、特に模様とかそういったものを入れないシンプルな塗りというのが特徴的です。まあ、こういった型口ですとかお椀とかそういったものが人気の塗りですね。で、うちでもですね、岩手椀というお椀を作ってまして、岩手のまあ漆を使って、岩手のまあ木を使ってですね、木地に漆を塗って岩手の職人が作るということで、これもまあ定番のまあ使いやすいお椀ということで、作っております。でこういったお椀もあるんですけれども、私がやってるのはいろんな分野でその漆を使っていこうということをやってまして、これがまあたくさんあるのでどんどんちょっと紹介していきたいと思います。で、まあ、漆っていうのはその天然 その樹液を生かした塗料ということで、最初からその塗料として生まれてきたものではないんですね。なのでその木の恵みを生かすという観点で、私は考えています。で、漆というと大体漆器というふうなイメージの方も多いんですけども、まあ、それだけでなくてもっとその自由な漆の使い方とか発想があってこそのその日本文化という、まあ、先ほどその室先生からその縄文時代の話がありましたけども、いろんなその使い方をしているということを、現代でもやったらいいんじゃないかなと思ってますし、それから伝統と技術の革新ということが一つのテーマです。で岩手の強みとしてはその原料としての漆がたくさんあるということ、それから漆が育ちやすい環境があるということだと思います。で萬古兄弟がですね、岩手県のキャラクターでおりますけれども、萬古兄弟はまあ、なんとなくその萬古そばってイメージですけど、お椀なわけですよね。でお椀だからやっぱり本当のお椀に目と口を描いてみようと思って作ったのがこれです。で実際にわんこそばの盛岡の東屋さんとかに行きますと、これでわんこそばが食べられるようになってまして、ぜひ東屋さんに行った時はわんこ兄弟のお椀で食べたいと言えば出てきますので、ぜひお願いします。で実際にこういった手書きで、これは蒔絵の職人が書いてるんですけども、本当に手間がかかってるものです。それからこういった漆絵ですね、昔ながらのその浄法寺のお椀って昔からあるんですけども、結構自由な発想でこう表面に絵が描いてあるもの結構たくさんあるんですけども、このように株とかですね、鶴を描いたお椀があってですね、そういったものも今作っております。でそれからこういった名札ですね、県庁に行きますと県の職員がよくつけてますけども、漆塗りの 100% この浄法寺の漆を使ったネームプレートというものも作っておりますし、それからこれ海外ですけれども、スイスのカランダッシュという、文房具のメーカーがあるんですが、そこで限定のその万年筆を作ってまして、でそれに浄法寺の漆が使われています。でただあんまりこれカランダッシュの方でも宣伝しなくて知られてないんですけども、実際にはその国産の浄法寺の漆がこういったスイスの高級メーカーの高級文房具メーカーの文房具に使われております。でこういった文房具では地元の盛岡で菜園にペンというお店があるんですけども、そのペンさんの、企画でですね、トンボ鉛筆のボールペンがありまして、それに漆を塗りたいというお話をいただきまして、うちの方で受けて塗装したものです。これが非常に、好評をいただいてまして、これ1本3万円ぐらいするんですけども、最初そんなに売れるかなと思ったんですけれども、結構反響をいただいてまして、注文生産をしております。それからですね、この後スコップ三味線という演奏がありますけども、スコップに漆を塗ってしまったんですね。これはスコップ三味線はスコップをこう持ってこう、演奏すると、まあ、実際そう叩いたりもするんですけども、まあその雰囲気を楽しむっていうイベントですけれども、非常にこの後ご披露があると思いますが、非常に面白いイベントでして、でその優勝の景品が漆塗りのスコップということで、
うちで塗装したものです。非常に高級なスコップですので、なかなか実際には使えないと思いますけども、あとはあのグッドデザイン賞をいただいてまして、先ほどの漆のチューブがまず受賞しまして、2011年に受賞いたしまして、あとは2013年、この山口県の萩ガラスというところのガラスとコラボレーションした漆とグラスという商品も受賞いたしました。で2016年、あ、これは漆とグラスですね、緑のガラスに吹き漆の漆器を組み合わせた商品です。で2016年はこの茶筒で受賞いたしまして、ちょっとこう角張ったちょっと浄法寺っぽくないんですけども、こういったタイプの新しい漆器も作っております。で最近はですね、ちょっと特殊な例として、電車の塗装に漆を、採用していただきました。でこれはあの JR 東日本の高架列車の四季島という、電車ですけども、この内装に、その東日本地域 その伝統工芸を取り入れるということで、お話がありまして、うちが塗装したのがですね、この客室の中のですね、後ろにこう赤いパネルが、黒いパネルとあるんですけども、これが漆塗ったものです。でこれを全部の客室 その、壁に貼ってありまして、これをうちでやりました。で、まあ、これもそうですね、この黒い部分がそうですけども、非常にこれが大変でして、あの、まあ、なかなかちょっとこういう大きなものっていうのはあんまり作ったことが、まあ、職人さんもなくてですね、非常にその、苦労したんですけれども、まあ、四季島というちょっと特殊なその、まあ、特別な電車ということでですね、あの一生懸命あのやっぱりこれに採用されるというのは本当にありがたいことですので、あの作ったものです。でなかなか私も乗客として乗ることはないと思うんですけども、あの取り付けの時にちょっと立ち会ったんですが、やっぱりとても豪華な電車でして、南部鉄器 その調度品とか、あのいろんなその岩手それから東北のものが採用されています。で、あとはアクア外に展示してますけども、トヨタさんから依頼がありまして、この紫のところじゃなくてこの黒い部分ですね、そこを漆で塗装しましたので、あの後で外 その展示をご覧いただければなと思います。であとはですね、ちょっとあのいろいろやってるのがあってですね、これあの伊藤若冲というあの江戸時代の絵師がいるんですけども、その絵師が描いた鳥獣花木図屏風という結構有名な動物をたくさん描いたものがあるんですけども、それをこうハンドルにしようということで考えまして、でこれはあのクラウドファンディングを使って皆さんからご支援いただいて作り上げたものです。でこれもあのこれは完成予想図ですけども、実際その蒔絵でこう描いたものがですね、実際あの2階の展示コーナーにありますので、後でご覧いただければと思うんですけども、まあまあ、若冲のこの世界をですね、もともとそのこのプライスさんというアメリカ その、この屏風を持っている方ですけれども、プライスさん あのご了解いただいて作ったということで、プライスさんも非常にあの面白がってですね、どんどんやってくれということで、できたという経緯がございます。あとはちょっと難しい話ですけど、まあ、車の内装にその漆を、提案してまして、まあ、さっきのハンドルもそうですし、まあ、パネル関係とかそういったところに、まあ、高級車 その内装に漆を使ってほしいということで、あの岩手県の工芸技術センターと一緒にそういった研究もしてまして、ちゃんとその樹脂とか金属に漆が密着するような研究ということもやっております。でこれはあの先々週までやってたんですけども、東京モーターショーに出展しまして、漆のハンドルを展示したんですけども、すごく反響を呼びまして、あの特にこのハンドルが、まあ、特に目立つのでですね、皆さん見ていくんですけども、非常に可能性を感じた、展示になりました。それからレクサス、車のレクサスの、ニュータクミプロジェクトというのがありまして、これは全国の職人を、まあ、応援するということで、私が岩手の代表に選ばれまして、これはあのレクサスの支援で、まあ、漆器を作ったんですね。でこれもあの展示しておりますので、後でご覧いただきたいんですけども、あの新しいタイプの、漆器を作りましてですね、片口お酒を入れる酒器を作りまして、あの、まあ、ちょっと変わった形ですけども、片口ってあの先がこう飛び出てますけども、それをなくしてこ
内側にこうスリットリとカットしてですね、でその状態でスムーズに杯2つにこう注げるようなものとして、まあ、ちょっと企画して作ったものです。で、全国 の, その匠の、まあ、つながりもできまして、非常にその一緒にものを作っていこうというふうなきっかけにもなった非常にありがたい、支援の企画です。でそこでですね、ちょっと時間を押してきましたんですけども、今回のイベントにこう合わせてちょっと作った、漆製品コンセプトモデルというのがありまして、お披露目したいんですけども、まあ、なかなか私あまりこういったものに塗ったことなかったんで、塗ってみて初めていいなと思ったんですけども、実際ですね、今回ご披露したいと思います。こちらになります。こちらはですね、アップルの、パソコンで MacBook Air というのがあるんですけども、それに漆を塗ったものです。で、まあ、スマホケースとかいろいろありますけれども、まあ、パソコンに漆塗りってもあんまりなくてですね、で MacBook って非常にシンプルなデザインですので、それにこう漆をシンプルに塗れば非常に綺麗かなと思って、今回塗ったものですけども、内側のこのキーボードの上のところまで綺麗に塗っております。でこれは特にアップルに了解もらって作ったものじゃないので、受注生産でお客さんから注文があれば塗って作るというものになります。アップルからこう注文が来ればありがたいんですけども、そこまではまだ行ってないですので、はい、というものをやってます。でまあ、元々はこういったシルバーのパソコンなんですけども、これに漆をこう実際に塗っていきました。でこれは盛岡に住んでる坂根さんという主の方がいまして、彼に塗ってもらったんですけども、非常に大変だったと言われました。ただ、まあ、一生懸命こう細かいところも全部塗ってですね、で仕上げたものがこちらになります。でこれも、これ展示、2階 の, その展示場のところに展示されますので、後でご覧いただければと思います。で私はですね、まあ、浄法寺漆産業という名前でやってるんですけども、特にそのブランディングとか全く考えてなくて、浄法寺漆産業の商品ということで出してきたんですけども、やっぱりちょっとその漆の世界をもう少し分かりやすく伝えるためには、こうブランドをちょっと作りたいなと思ってですね、考えてまして、でそれで東京モーターショーの時にちょっとお披露目したんですけれども、新しいブランドということで、この方向庵という名前のブランドを作りました。で方向ってあまりこう聞き慣れない言葉ですけれども、まあ、昔 の, その思想家で掃除というのが中国におりますが、その掃除のですね、中に出てくる方向という言葉があるんですけども、これは、まあ、内に秘めた光という、まあ、ちょっとここの後半に書いてますけども、漆みたいにですね、こうほんのりとこう広がる優しい光というふうな意味がありまして、でこう派手な光じゃなくて、なんか浄法寺塗りっぽいような光を方向というんですけども、それをこう、見つけてですね、あこれはいいなと思いまして、ブランドの名前にしました。でこの掃除というのはですね、昔その中国で漆の林を管理する役人をやっていたという、逸話がありまして、なんか役人をやっていたというところですね、同じシンパシーを感じまして、この掃除の、この方向という言葉と掃除自体にも非常にそのシンパシーを感じて、ちょっと、作った、ブランドです。これからちょっといろんなところに展開していきたいなと思っております。で時間もちょっと押してきましたが、文化財と国産漆ということで、先ほど、まあ、室先生からもお話がありましたけれども、まあ、岩手は中尊寺金色堂がございますし、金閣もそうですし、日光東照宮もそうなんですけど、まあ、国産 の, その漆が絶対欠かせないわけですね。で、まあ、今結構話題になってますけども、国産の漆をその文化財建造物に使うということになりまして、すでにもう始まってるんですけども、来年からはもうその原則その下地から全部 100% 国産ということになってまして、非常に大量の漆が、必要になっているという現状でして、全然足りないという状況です。で、
これは文化財建造物だけですので他のその仏像とかいろんな文化財ありますけどそっちは抜きで、どんどん、やるということになってるんですけども、その文化財建造物の、 その修理修復で 2.2 トン必要とされているんですがその他の文化財とか漆器に作る分とかですねそういったものもやっぱり1トンぐらい必要なのかなと思いましてそうするとやっぱ3トンぐらいないと全然漆が賄えないような状況です。で実際その生産量はまあ年間だいたい1トンぐらいなので本当に3倍ぐらい漆を取らないと、足りないという状況です。ただやっぱり簡単にその増産できないというのが悩ましいところでしてこれを、解決するためにはその漆の木を植えるとか職人を増やすとかということをやらなければならないです。でこれは昭和初期にですね国が作ったポスターで漆の木をどんどん植えましょうと漆を植えようという、ポスターを啓発して作ったんですけども、まあ、こういったことをやっぱり岩手県全国的にやっていかなきゃないんじゃないかなと思いまして手ぬぐいを作ってですねやってまして全国に漆を植えようということで、ちょっとレトロな感じのポスターを先ほどのポスターをですねイメージして作った手ぬぐいをですね作って、これも展示会場で販売してますけども、まあ、できればその地元の漆を探して増やすとか、いうことをやっていきたいなというふうに考えています。で苗木の生産もちょっと始めてましてこれは滝沢市にあるんですけども、私の方でもちょっと苗木を増やしたりとかですねそういったことをやっております。あとは、全国に結構漆の木が、まあ、少ないんですけどもやっぱり自生というかその現場にあるというか現地にある漆の木ってありまして、これは東京の結構奥地にある檜原村っていうところにあるんですけどそこに漆の木があってですね昔その檜原村にも漆かきがいたということらしいんですがその地元のその漆を育てていくというのも大事かなと思います。であとは海外に漆を、紹介していきたいということで室先生もお話ししていましたけどもやっぱり海外からのその漆のまあ、可能性、海外もその漆の魅力っていうのを感じてますのでこういったこともですね改めて日本から海外に発信していかなきゃいけないんじゃないかなと思ってやっております。あとこういった今回のような講演活動ですとかそういったことをやってますしあとは漆関係者でみんな集まって漆のこう議論をするという会も主催してやっております。最後になりますけどもやっぱりその漆の木が全然足りないということがありますので県内それから国内に少しでも多くのその漆の木を植えていくということで、まあ、それを後世に残していかなきゃいけないということを思っています。それから漆生産をなるべくその中国に頼らないで国内でやっていくとで効率よく安定的にその漆を生産していかなきゃいけないんじゃないかなと思っています。でそれから、まあ、漆は、まあ、ジャパンって今言われないんですけどもやっぱり漆っていう言葉でどんどん紹介していきたいなと思っています。それから、漆って、まあ、結構マニアックになっていく傾向があるんですけどもなるべくその分かりやすく一般の方にも慣れ親しんでほしいなと思いまして漆の敷居をどんどん低くしてこう漆器をどんどん毎日使うとかそういったことをやっていただければなと思ってますしまあ、MacBook もそうなんですけど何かその漆のものを、まあ、身につけるとか名刺入れとかでもいいんですけども漆のものを普段から触れていくということを、提案しております。で最後に漆は人と人をつなぐ接着剤であるということでこれも室先生それから西江さんが言われてたんですけどもやっぱりこう私もそうですけど漆を介していろんな方々とこう接点ができまして新しい世界が開けてきたというふうに思ってましてまあ、漆自体は接着剤ですけどもこう漆を通してこう人のつながりができていくというのが非常に素晴らしいなと思っております。で今回もその、イベントで、漆についてのそのいろんなそのつながりですとか関心が、皆さんに少しでも、出てくればありがたいなと思っております。はい、以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあコンセプトモデル漆を塗ったパソコンということで伝統と最先端技術の融合ですよね。上品な赤がとても目を引く素敵な作品でした。
さて続いては岩手県の漆文化や歴史をご紹介する映像の上映です。一口に漆といっても漆を使った製品が皆様のお手元に届くまでには様々な職人の方々が関わりたくさんの工程を経て完成します。今回の映像では長い歴史と先達の情熱によって育まれてきた岩手県の漆文化についてご紹介いたします。どうぞご覧ください。知っていますか？岩手の漆、食を彩り国の宝を未来につなぎます。知っていますか？その守り手たちのこと、国産漆の火を灯し続けてきた人たちのこと、知ってください。世界に誇る岩手の漆。12世紀奥州藤原氏初代清平公によって建立された中尊寺金色堂、岩手が誇る世界遺産です。極楽浄土を体現したといわれる金色に輝くお堂には当時の工芸技術の粋が集められました。お堂全体にまず漆を塗りまして、その上に金箔をしております。清平公は全てのものが自分の持っている光を反発させるのではなくて照らし合って融合して一つの浄土、平和な国土を作りたいということを願われて、この金色堂を建立したのではないかと思います。見る者を圧倒するのは至る所に押された金箔、開金色。夜光貝を用いた螺鈿細工や象牙や宝石の数々。創建当初もですね、おそらくはこの陸奥の木材、それから陸地奥の、漆を持って建てられたお堂でございます。保存修理を行う際にもやはり、創建当初と同じ精神でですね、同じ、ところのものを使って修復をしていくということが、その文化の伝承につながっていくと思います。世界の宝を漆が守り支えているのです。岩手県北の二戸市浄法寺、彼らにとって6月から11月終わり頃にかけての半年間がまさに書き入れ時です。カンナと呼ばれる専用道具で樹皮に傷をつけるとにじみ出るこの液体が漆。ヘラで丁寧にすくって専用の桶へ。木と対話しながら明治時代から伝わる技で漆を取る。漆かきと呼ばれる職人です。今日もいずつこうなんとか漆を取りればいいなと我は考えてやっていますけど、見っこい、私が育ててきてだからそれを取るもんだからやっぱり見っこい。一本の木から取れる漆はわずか牛乳瓶1本分。夏の暑さ、冬の寒さに耐えながら集める漆の一滴は汗の一滴、血の一滴です。日本で使用される漆のうち国産の漆はわずか 2%、そのうち 70% は浄法寺さんです。
浄法寺の漆かきは国産漆の守り手なのです。秋、それまで漆かきが集めた漆の樽が一堂に集まります。議場に並んだ樽、その数58。日本で唯一開かれている国産漆の品評会です。ああいい発言だよって言ったりして、いい漆ですよ。その、まあ、こっちもそうですね。水や木くずなどの不純物が入っていないか、底かすはどれくらいか、目利きの厳しい目が注がれます。この品評会で桶の中を気にするのは審査員だけではありません。精製業ですね。こちらの漆を買って黒目っていう精製作業をしております。柔らかいですよね。伸びがいいし薄く塗れるので、赤の色がすごく綺麗に出るので、やっぱり中国産にはない良さがありますよね。昭和20年代300人を超えていたという浄法寺の漆かきも、今ではわずか20人ほど。こうして切磋琢磨しながら浄法寺漆の火を守っています。もともとはろうそくの原料として実が珍重されていた漆。江戸時代、盛岡藩は漆かき奉行を置いて手厚く保護していました。明治時代に浄法寺にやってきた福井の職人集団越前衆、彼らが伝えた1年で木から漆を取り尽くす殺しかきの技術が現在の漆かきの基礎となっています。漆の産地に漆器あり。もともとは天台寺の僧侶が制作し使っていた食器は、檀家を中心に地域へと広がりました。そして現在に至るのがこちらの浄法寺塗り。漆が器に食を彩る光沢と強さを与えます。生地を鮮やかな赤と黒に染めているのも浄法寺漆です。固まった時の硬さっていうのは浄法寺さんというか国産漆っていうのは非常に高い、硬い、透明度、乾いた後のその透明感っていうのはやはり国産漆の方が非常に透けがいい。やっぱり漆は生ものなので、その漆によって個性があるので、それをこう見極めつつこっちが漆に合わせて作業するっていう、この暑い中に一生懸命描いてくれてるので、この使う側も一滴一滴大事に使おうと思って使ってますね。木を知り尽くした職人が漆を取り、漆を知り尽くした職人が塗る、漆の町浄法寺ならではの自慢の一品です。こちらは浄法寺塗と並び岩手を代表する漆器、秀平塗です。奥州藤原氏三代秀平が京都から職人を招き、漆と金を贅沢に使って器を作らせたのが起源と言われています。そうですね、漆の魅力はやっぱりこの経年変化、毎日使ってるとその使ってる人の手にもこう馴染んできますし、艶は上がってきますし、色は明るく発色してきます。ひし形の金箔をあしらった有足ひし文様、漆絵で描かれた草花、金色堂と同様にそのきらびやかさは浄法寺漆によって守られています。
国産の漆っていうのは硬さも違いますし、まあ、新鮮であるがゆえというか、扱う人も上手に扱わないとうまく塗れないです。本当に薄く塗らないとすぐに縮みっていう失敗作になってしまいますし、熟練の職人さんでないと使えない上等なものだと思います。こちらは東京銀座の百貨店を会場にした浄法寺漆の展示販売会。作り手との会話も楽しめるのが特徴で、わざわざ新幹線でやってくるファンもいるという人気の催事です。訪れた人は作品を手に取ってみたり、作り手から手入れの方法を聞いたりしながら浄法寺漆の魅力を実感していました。日本の器と漆器への関心の高さは国内に限りません。大航海時代、日本を訪れたヨーロッパ人は漆器の美しさに魅了され、我先にと郷里へ送ったといいます。漆の木がないヨーロッパ人は日本から持ち帰った漆器をジャポニスムの象徴の一つとし、ジャパンと呼んで珍重しました。フランス東部のアルザス地方、ドイツとの国境に接する都市コルマール。神聖ローマ帝国時代の町並みを残す旧市街は観光地として人気が高く、また周辺諸国の国際空港からのアクセスがいいため、毎年大規模な旅行博覧会が開かれています。今年第33回を迎えたこの国際旅行博覧会に、岩手の漆器を発信するブースが設けられました。気になる現地の人の反応は、あ、c'est magnifique, c'est très beau, c'est très super bien travaillé, ça a l'air de très bonne qualité et avec de très belles finitions. 日本産の漆を使ったまさに混じりっけなしのジャパン。岩手の漆器はフランスの人たちに今も愛されているようです。漆かきにとって誇らしい一日です。はい、山崎さん、はい、水かき 4.35、はい、この日、浄法寺漆は今年の初出荷を迎えました。浄法寺漆生産組合は漆に不純物が入っていないか、水で薄めていないかなど、一つ一つの樽の中身を確認する独自の認証制度を設け、その品質を守っています。このシールを貼ることができた漆だけが浄法寺漆として全国へと出荷されます。今日の、ね、生産量は20貫です。初出荷ですけれども、まあ、大体これぐらいで、いいのではないかと思います。漆かきたちも安堵の表情。そのわけは、一箇所だけでも今年は、かなり今年いっぱい使われてる。日光の場合は、そう、この漆を心待ちにしている人たちがいました。1617年創建、徳川家康公を祀る日光東照宮。現在50年に一度行われるという大規模修理の真っ最中です。修学旅行で記念写真を撮った人も多いのでは。国宝陽明門。年間の生産量を3年分に匹敵する3トンの浄法寺漆を使って修復が進められ、今年4月お披露目されました。そう、岩手の浄法寺の漆が
平成の大修理を支えているのです。こちらは現在進められている本殿の修理現場。欄干や手すりに塗られていたのはもちろん、彫刻の下地とかも漆、屋根の銅板自体も漆で塗りますので、ほぼほぼ全部関わってきます。いいところですか、仕上がりが綺麗に仕上がるっていう意味では見応えがあるんじゃないかなっていう思ってます。4世紀前の貴重な国の宝は浄法寺漆を身にまとい、その価値をさらに未来へとつながれるのです。このタイムマシーン塗料、漆への期待はさらに高まりを見せています。大体標準がこれぐらいになってるんですけど、もうちょっと丁寧にやってる人も人によってはいます。でもこれぐらい ある程度なんていうのはこう木のくずとかそういうの入ってた方が保管するときはこっちの方が安定してるんですよ。2007年以来、日光東照宮の修理を国産漆 100% に切り替えて行っている日光社寺文化財保存会が開いた技術講習会。多くの歴史建造物を有する京都などから技術者が集まり、国産漆を使った保存技術を学びました。漆 100% にすると乾きが悪くなることが多いんでですね、そういうところはまあここでしっかりと吸収して現場に行かせたらなとは思うんですけど、前から漆はそれ大事に使ってましたけど、それはちょっと緊張感は増しますよね、 100% になると。文化庁は2018年度から全ての国宝重要文化財建造物の保存修理を原則 100% 国産漆で行うという通達を出しています。日本の宝の多くを浄法寺漆が守っていくということです。浄法寺さんの人って正直な人がいっぱいいるんです。だからその正直な漆が取れてくるので、そういう信用がまず第一にあって、やっぱり自分でにしてみれば漆がないと本当に、何もできないので、浄法寺の皆さんに頑張ってもらうって本当に嬉しいことで、漆をかく人も使う人も一体となってその文化財を修理してほしい、世界遺産も直してほしいし、国宝も修理してるのか、同じパートナーとしてその文化財を修理していくんだ。器に光沢を与え、大切なものの価値を未来へと守り伝える天然のタイムマシーン塗料漆。もちろん課題も少なくありません。文化財建造物の保存を 100% 国産漆で行った場合、必要となる量は2トンとも3トンとも言われていて、漆の木と漆かき職人の確保が急務です。世界に誇るべき岩手の漆の技術と文化、それをなくすことなく未来へと伝えていくためには、私たち一人一人がその価値を見つめ直し、将来の在り方を共に模索していくことが欠かせません。さあ、皆様いかがでしたでしょうか。全国そして世界に誇る岩手の漆の文化、今後も大切にしていきたいと強く感じましたね。さあ、それではこれから休憩のお時間とさせていただきます。休憩は午後3時40分までとさせていただきます。3時40分からは第2部といたしまして、スコップ三味線岩手県大会チャンピオンエキシビションを行ってまいります。お時間にはお席へお戻りくださいますようお願いいたします。